忘れます。何をしたいんだ。なんか事情がある。彼は彼なりの。これでさ、ゆうたろうくんのさ、やつ見ちゃうとさ、叶えたいこと見ちゃう、読んじゃうと、なんかゆうたろうってなっちゃうのかな。なるかな。どうでもいい理由なんだ。この女はやばそうだな。もっと有意義な使い方があると思うんですよね。だからゆうたろうくん実は秘術を使う寸前に奪っちゃおうと思ってたんです。怖っ。マジ怖いこれ。まあそれもまあ無理なんですけど。ああ。わあ、なんかかっこいいですね。この子あれだ、きっと歴史大好き系女子なんだ、きっと。ああ。だ昔の偉人とかを蘇らせようとかそういうことじゃなくて。ああ。有意義な使い方。なるほどね。ね。偉人昔の大名とか。偉人ね。大名なんて蘇らせたってお前。一人で何ができるって感じよ。でもうヒアリングだけして。ヒアリング。そうそう。実際のとこどうでしたかとか。それ聞いてどうすんの。いやだ、実際の歴史の検証するわけ。この人こういう風に後世で言われてるんですけど、どうでした本当は。どうでしたか。あーって。全部嘘。やっぱ歴史大好きだからこの子。全部嘘じゃとか言われるの。そうそう。いや、わしがそんなことさせるわけないだろうみたいな。あいつが全部嘘っぱち書いたんじゃみたいななるかもしれん。もうそこに胸がドキドキときめいてるわけよ。これじゃ誰よみがえらせたいの、歴史上の人物。誰がいいかの。日本史も本当に興味ないんだけど。じゃあ興味ないじゃん。俺も別にいねえけどな。織田信長とか。織田信長？何を聞くの？あなた本能寺で本当に殺されたんですかとか聞いて。そこ聞きたい。本当はどうやって死んだんですかって。本当に燃えましたかとか聞きたい。あなたもう後世で何回も燃えて死んでるんですけど。じゃあ明智光秀とか呼べばいいじゃん。あなた本当に自分の意志で信長を殺したんですかとかさ。あ、なんかそう考えてくるとなんか急にこの能力ときめいてくるね。っていう子かもしれん、この子は。純粋がゆえに怖いな。ちょっとね、サイコパス味があるんだな、この子。え、笑いませんか？ああ、もちろん。私の壮大な計画。ですね。美大で版画を専攻してるんですが、特に浮世絵が好きなんです。おほう。みんな女の子を浮世絵とか変だって言うんで。うんうんうん、すげえ顔してるけど、うん、大衆娯楽なんだ。そうだよ。まあなんか江戸時代になってさ、平和になったじゃん、うんうん、やっぱ平和になるとやっぱり文化がさ育ち始めるのよ。おー。なんか戦ばっかりの頃はなんか文化って生まれないんだけど、この平和になるとそうやって庶民の中からそういう文化が生まれて娯楽が生まれてっていう。江戸時代って200年ぐらい行ったんだっけ。いや、まああれだよね、300年弱だね。260年ぐらいか。浮世絵広がったか。ああ。この線の一つ一つ浮世で有名な人って誰がいる。葛飾北斎。この間なんかテレビの特番でやってた。もう何、葛飾北斎の特番やってたの。葛飾北斎の特番ではないけど、なんか特番で葛飾北斎の海外にあるやつをなんか見に行くみたいになってた。何でも鑑定団じゃなくて、それ。なんかね、小学生くらいの子が、すごい、葛飾北斎大好きキッズみたいのが、なんかヨーロッパかなんかの大英博物館なんかに収蔵されてるやつをなんか見に行くみたいな。当時の浮世絵って結構海外に流出してるんだよね。らしいね、まあ、なんかで。今で言うと流出してるって言い方になっちゃうんだけど。うん。
ていうやつ。この本所に今日構えていたんだっけ。ああ、そうなんだ。マジで葛飾北斎読み柄せる。おお、富岳三十六景じゃん。これ。それだけは北斎先生だと思わないでほしいんですよね。ごく一部すぎませんから。もしかして俺らが見てたこの本所七不思議のこれ絵も北斎先生が描いたかもしれないってこと？これ。これ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 。それ図拡大したらなんか端っこに名前書いてあったりしない？北斎って書いてあるかもね。ね。いいんですよ、これから知っていけば。あら、優しい。なんだっけ、これ俺。これ、このさ、これ、わかるこれ。船のやつ。これ、これずっと船、なんか船酔いしてゲロ吐いてるみたいな感じだったっけ、これ。なんだっけな、これ。え？違ったかな、これ。これなんか網垂らしてんの。なんだっけなぁ。俺ずっとこれ船酔いして、おえってやってるやつだと思ってたんだけど、なんか実はそれ正しかったかどうかだった。なんだっけなこれ。正しかったの？なんかね、正しかったか全然違う理由がどっちかなんで。いや、まずどっちかしかねえんだけど。どっちかなんか妙に俺このここをね、あの、うわーなんか船酔いしてゲロ吐いてるっていう。いう記憶がすごい濃いから目の付けどころがシャープすぎるでしょ。うん、うん、でも違ったかな。なんかやっぱり操作してんのかね、操縦してんのかね。やばいかね、うん、ゲロではなくてほしい。まあ真実は皆さん調べてみてください。雑え、90歳まで生きたんだ。へえ、1800年代まで生きてたじゃん。3万点、うん、80年間毎日1点以上書き続けないと達成的な数字なんてすごいですよね。すごいね。お、それでもまだまだ未熟だと先生はおっしゃってたそうですよ。天我をして5年の命を保たしめば神聖の学校となるうべしと残されていて。どういう意味ですか。え、そのものでしょ。私はあと5年生きながらえさせてくれれば、なんか真のね、絵描きに慣れたものをみたいな。いや、80年、90年かかってダメだったらもうダメよ。おお、ほんとだ。なに、まさかマジ生き返らせたいんですか。マジ葛飾北斎先生が生き返らせてあと5年生きてもらいたいんですか、そういうこと。多いよね、この人の言う分。葛飾北斎先生が死ぬ直前の感じで生き返ったらすぐ死ぬぜ。ね、だって90歳で蘇生されるってことでしょ。北斎先生って言って、北斎先生やっとお会いできましたねってパタって言って、北斎先生あ、でも北斎が生き返ったらあれじゃん、北斎の DNA が採取できるから。お前怖いこと言うね。そっから北斎もう一度作ればいいんじゃない。全然別の技術だけど、それ、あんた。また別の秘術の話じゃん、それ。そしたら若い体の北斎が誕生する。ね、いや、前も話したけどさ、これ、どの段階で生き返るのかが大事でさ。そうだよね、これ。今はの際の状態で生き返ってもさ、わー、生き返った、やっと会えた、パタッってなっちゃうわけでしょ。だ、前世紀の体で生き返ってほしいね。生き返りたいね。北斎の全盛期いつだ。ね、晩年じゃない、もしかして。しかもさ、まあでも50歳ぐらいの状態で生き返らせればさ、うん、現代の医療をもってすればあと5年ぐらいは長生きできたかもしれないよね。まあそうだね、うん、できそうだよね。おいおい、まさか100回の転機を目指していたのは93回亡くなってしまったのは無念だと思うんですよ。いや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 、葛飾北斎を生き返らせたいんだこの人。なるほどね。怖っ。息子を生き返らせたい春江さんからするともう失笑もんだろうな。さ、こんな趣味まがいのもののためにさ、ね、殺される人もたまったもんじゃないよね。くだらん。くだらんな。燃やしちゃいましょうよ。うん、富岳三十六景。
3万点。すごいなぁ。すごいね。3万か。晩年には画卿老人万事という崇高な号を名乗っている。90歳と長寿であったが、老いてなお創作に意欲的であったという。画卿老人万事って名乗ってたの？なんかさ、ジャンプとかにいてもおかしくない、ね、そうな。ジャンプの作品、ジャンプの作品だよね、これ。画卿老人万事みたいな。ジャンプラの読み切りにありそうなタイトルなんだよ。マジマジって北斎先生画卿老人万事ってすごいな。画卿老人か。現代でも通用しそうなんだけど。面白。俺もじゃあちょっと90歳になったら実況老人ソルトって名乗ろうかな。実況老人。周りの人かわいそう。周りの人ってお前だろ。何客観的な目線で語ってんの。89歳になったら小嬢さんと一緒に実況するんだよ。俺ら今日はこのなんかこれなこのゲームなんて言うんだっけ。これファラノマサイト、ファラノマサイトってやつやっていくかって言って、もう俺たち、ね、50年前にやったけど忘れてっからなとか言って、忘れちゃったからよ。いやもう昨日のことも忘れちゃってるからな。忘れちゃったからもうこれもう一回やるかって言って。やってんのにね、初見プレイっていうね。ジジイになってから若い頃にやったゲームとかをもう一回やると新鮮に楽しめる説を、身をもって検証するチャンネルっていう名前で。50年ぶりにやってみたって。50年ぶりにドラクエやるみたいな。じいちゃん寝ててくれよ、ほんと。この辺り失礼しますね。あなた今マッチ持ってます？うん。ファイヤー。うわ、大きいエクの能力あれば消しされたのにな。ね。確実に呪詛ったね。遠野はやめ。うん、本気で願っている。着火した正解で自分の価値観になるより大切にできる女子大生。この頃は CM やラジオ番組の女子大生のタレントが人気を集め、ある種のブームとなっており、何もせずの女子大生というかチヤホヤされているため、利用できるもの何でもよく利用して自分の理由のために生きていこうとしたように考えている。最近は少し頭が悪そうな態度を取るは年配の男性から可愛がってもらえるということを学んだ。波垣雄太郎とは街で彼から話しかけて知り合った。興味はなかったが実家は金持ちそうなので誘いに応じている。しかし人間的にはそこまで尊敬できなかったと泣き始めている。怖、この子マジで怖いね。こういうのをなんか本当に打算じゃなく、打算というか打算というのを顔に一つも出さないで、なんか息シャーシャーとなんかこう過ごしてる感じがちょっと怖いわやっぱりね。うん、マジ怖い、こういうの。うん、ね、素でやってんだもん、これ。心の奥の、なんか、ペルソナを取ったとき、この子の本当の顔は、どういう顔してるのかっていうのは、怖くなるよね。いや、とんでもない化け物出てくるでしょ。ね。友の悩みの行動は気にしておいた方が良さそうだ。なんかね、こういうタイプってさ、うん、見境がないからさ、もうね、手段を選ばないよね、これ。なんか、国際先生のためなんでって言って、なんか、どんどんさ、再婚集めていくよね、たぶん。怖い。頑張ってくださいと言っていた。きっと僕らは貸し主だと、うすうす感づいていたんだろう。自殺魔王という目的が同じだ、どっかで衝突する可能性は高い。少し追跡してみよう、まだまだ先に帰っていってくれたまえ。これ、この人死ぬんじゃないの？さあ、どうなるかだな。お、来た。お、進めちゃう。俺がちょうど安田庭園に、春江さんが安田庭園に行く直前の話じゃない、これ多分。あうん。午前3時にうろつく時間じゃないです。牛蜜時ですよ、草木も眠る。この辺歩いてるだけでも怪しいよね。それから、どうなった？
あ、やっぱ深夜3時だからこんなテンションになっちゃった。みんなお家帰ろうね。お家に帰ってきたよ。こんな風になっちゃうよ。ただいまー。こんな風になっちゃうかな。ただいまー。考えよう。ここどこに実家？実家ですよ。うん。てて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 てよく見てる。ぶっちぎりって書いてある。なめどり。実際にあったら欲しいな、このシール。ね。伊田長五郎。あ、ヘルメットかぶってる。ね。あとは。あ、でも意外と目立つな、あれ。目立つよね、わかりやすい。うん。うん。屋敷玄関、屋敷。関東大震災がこの場所に移設された古い屋敷だ。先日も被害を受けたのが今も残されている。へぇ。更新ページ。シギマ邸。はい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 。1年前の事件後、家主が不在雲になってから、この邸宅も一つ静まり込むようになって、静まり返るようになった。まあ子供がね、死んじゃってるからな。まあじゃあ玄関行くか。ここで待つ。え、ここで待つ。え、考える。帰ろうぜ。ここで待つ。帰れよ。いや、3回ぐらいやったら来るかもしれんじゃん。誰が来るんだよ。うん、3つ回収した。町内の捜索を続ける。大工、4時台か。4時台はなかなか。そろそろ朝ですね。ね、路上。ここはどの辺よ。さて、うん、まさかの収穫なし。片端が職質したけど、活動してる会社主が意外と少ないのか。まあやっこちゃんも家帰っちゃってるもんね。ね。うん。もう一周必要なやつですかね。あるいは察知されている。うん、金絞り公園ってあれだ、これおきいくんが最初にいたところだ。あ、ってことは、おお、おお、おきいくんが、おお、なぜおきいくんがやられているんだ。やっぱこの未来は変わらんのか。ちょっと待って、これどういうルートだ、これの、これ大きい A ルートで我々が見たラストだもん。そうだよな。うん、ってことその先行ったのかも。そうだよな。はいはい、で大きい A くんやられてました。死に方だよな。うん、いや、これ置いてけぼりの死に方だ。やっぱ誰か持ってるやつに呪詛られたんだ。呪詛られただろうな、これ。背を向けたやつをやる呪詛だろう。別の変死体が発見されていて、しばらくかかる。他にもやられちまってた。貸し主の仕業。置いてけぼりを持ってる真のやつ、貸し主か。置いてけぼり汎用性高いからな、あれ。涼子さんじゃないだろうな、まさか。それを疑って引っかかるべきだろうよ。ここで待機か。うん。でも陽子さんいないしな、ここに。そうなんだ、帰らせてっかんね、この。え？あ、そうか。ん？今陽子さん倒れてなかった？無残さがなくなっている。死因がよくわからん。やはりそれでやられたっぽいな。電話ですよ。見りゃわかる。鳴ってるって意味ですよ。鳴ってるな。え、出るのか、我々音量大出てないんじゃないの。いや、聞こえる聞こえるから大丈夫。俺は聞こえるから。おお。まあまあでも、なめどりがいるかもしれないだろ。なめどり。やっぱ記憶の片隅になめどりあるんだもん。なめどりちゃん。なめどりちゃんいない？ないよ。え、いるじゃん、絶対。いるやんけ。どこだ、どこだ、どこだ。ないよ。探さないで。
なんかマロニーちゃんを探す中村玉緒って言ったらわかる。マロニーちゃんってなんかどこどこどこってマジでニッチなのよ。なんか伝わる世代は多分ね、我々と同じ世代ですね。足元とか見れないこれ。エリオくんの足元とか。ね、いない、下しかおらん。そこ見えないのか。じゃあ行くか、しょうがねえ。でも出よう。うん。これでバカ林だったら怖くない？ね、ドンちゃんドンちゃんとかじゃじゃじゃって上がってきたのね。恐ろしいよ、それ。まあ、そんなの30秒も聞かんけどな。はい、もしもしー。おお。よぉ。誰だ、あんた。あんた、あの堤刑事なんだな。狂人誌警部なんだっけか。これ、あれじゃねえ、あの、犯人じゃない昔の大量殺人の。わ、怖っ。違うか。それは怖い。確か。あれか、今、学校で用務員さんやってるか。こいつ。昔の犯人だったって言われてる。こやつ。あ、用務員ですね、これ。うんね。いや、もうそっくりやんけって話だよね。確かに。お前は誰だと聞いているが。あの時あんなに俺のことを追いかけ回してくれたのによ。その声まさか。お、やはりねじま。ねじっちで。なんか最近出てきたって噂が流れてたよな。ね。よくこんなとこにかけてきたな。よく覚えておいでだ。俺らの見立てからいくと、この用務員のおっちゃんがねじまってことになるんだが、それはミスリードかもしれんということも、冒頭に置いておく必要がある。あ、まあ、そうね。うん。でも、ミオちゃんが、こいつらしき人物にやられてるからね。やられてるかもしれないというだけだな。うん、いやー、そっか。罪は十分償えたが、お礼参りか、こんな時に。何が目的よ。いや、実はさ、おとなしく過ごしてたわけよ。仕事も斡旋してもらったし、真面目にいじめじが悪くねえかもなって。でもダメだな。やっぱ我慢なんねえのよ。実際こう、刑事さんにお礼に来るやついんのかな。いるんじゃない、やっぱり。俺とか君さん無理すんなよ。いいぞ、きっと。無理じゃねえからよ。直接バラすのはまあ簡単にできるんだが、20年間買い育ててきた腹の虫が収まんねえんだわ。もう随分育てたな。めっちゃ冗談言えるやん。ね、この売り言葉に買い言葉できないやつ。もうちょっとエリオくんにもこれぐらい接しておいてほしい。うん。正確な監視官に嫌がらせも必死に耐えて模範囚を演じ切ることができたのもあんたのおかげだよ。重いな。そういう態度だからお前後回しなんだよ。え、後回しってことは何、家族とかに行くってこと、ね、ごめん、もう一回目的聞いて聞こえなかったわって言って。うん、おめえは後回し。誰を狙う気だ。あんな俺はな、あ、家族だ。じゃあ家族でしょう、これは家族ってことになるじゃん、これ。やめろよ。確か家族いたよな。うん、娘がいる。そう、離婚してんだよ。そう娘って誰、娘出てきてたよな。名前は出てないんじゃないの。でも いるよね。いる。数年前離婚している。この話、2ヶ月前の収録で見たから。したね。上、ねじまさん、ごめんなさい。もしもせんか、これ許してください。
ダメか。なんでそれ俺が見つかると思ってんの。どっかしてんぞ。仲良くしようよ。大切なもう人物がバラしていくことにすっから。え俺が狙われないように。そんなこと言ったらよ、一人娘がかわいそうじゃねえか。それだけは絶対やめろ。このさ、これもさ、なんか本当にやめろって言ってるわけじゃなくてさ、いや、うん、いや別の意味で本当にやめとけって言ってるのかもしれない。え、そんな面白いことある？もうほんマジやべえから、うちの娘マジ激ヤバな、なんか殺し屋一人来たぐらいじゃ、なんかああみたいな、なんかめちゃくちゃ跳ねっ返り娘で。えらいねえ。本庁あたり住んでるんだっけ。え、そうだったの？知らんかったの？この刑事さんの慌てっぷりが演技なのかどうなのかちょっと気になるな。何が目的だ？おい、今言っただろうかな。バラしてやるからよ。何が目的？何が目的だ？本当の目的は何なんだ？これさ、電話越しで受それないんだね。それねえな。どうしておりましょうか。なんかエクスタシー感じてる、うん、こいつ。なんかやっぱ語尾がカタカナになるやつやべえよな。うん、教えねえや。で、どうしておりましょうか。聞いてくれるんだ、優しい。俺はな、片刃の足ですか。いや、私もう、あと2つぐらい持ってる。お前、貸し主か。特殊な使い方があって。何が目的だ？何が目的だ？こっちが本題。メインディッシュ。盛り上がんねえだろ、立場的に。大切な市民もまとめてバラさせてもらうことにするよ。片刃の足最強かよ。ね、次の日暮れと同時に結婚させてもらおうかね。次の日暮れってことは明日か。あ、これこの夜中に終わらせなくてもいいの？わからん。つれえよな、悲しいよな。やはり片刃の足なんか、伝え聞いてる話の時点でちょっと異質だもんな。どんなんだっけ、片刃の足。いや、なんか足を切り落としたみたいな。片手片足を切り落とすやつよ。で、伝承で結構怖めだから、真実はもっと怖いかもしれない。いや、大量殺人できる系の。うん。うん。堤さん、ザマーとか言うんだね。12時間って制限時間ない、組織はどこまで動けるもんかね。それな。一番最高得られる、最高だ。なぜわざわざ電話かけてきたんだろう。やっぱりそれだけ恨みを持ってるから知らしめたいってことか。